林一家破門、2023年5月稲川会5代目林一家平栗組組長、平栗慎太郎ら男5人を覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕した。平栗らは、厚木市内にあるビジネスホテルで、販売目的で覚醒剤約 100g を所持し、捜査員がホテルの一室に踏み込んだ時には、覚醒剤を小分けにする作業をしていた。稲川会は薬物はご法度であり、薬物を体に使用したなら絶縁、販売だけなら破門で、出所してきたら復帰という流れがあるが、向きになっている人もいる。山口組は絶縁です。行動会は毎月抜き打ち小便検査があり、薬物好きな組員もタマポンすらできないと愚痴をこぼしている。やはり薬物好きな組員は行動会では生き残れない。稲川会林一家といえば、薬物をしのぎにしている人が多いのが現実である。今回平栗組長以下組員全員が薬物で逮捕されているのにかかわらず、処分されていないのはなぜか。平栗組長は林一家の大幹部であり、林一家では統括委員長の役職についており、神奈川では二丁拳銃の平次と呼ばれているとか。過去には、稲川会林一家平栗組組長平栗慎太郎容疑者と、幹部の神林容疑者、無職の渡辺の、3人が銃刀法違反の疑いで逮捕された。容疑は、2016年横浜市内の渡辺容疑者の自宅で、拳銃1丁と実弾5発を所持した疑いで逮捕されているが、子分の面倒見はよく情に厚く、気が短く、箱根の山が大好きで、よく試し打ちをしていたようだ。稲川会が処分できないため、行動会竹内会長が稲川会内堀会長に、兄弟の組織は薬物犯罪を容認しているのか。山口組は薬物撲滅運動をしてきているのは知っているはずだ。だから山口組は薬物で逮捕された組員はいくら有望な幹部でも泣いて馬謖を切るで、規律を守って絶縁にしてきたのだ。稲川会と山口組のために薬物撲滅に向けて組織の規律を強く示してほしいと言われた可能性がある。林一家松尾総長は稲川会の幹部のポストにいる。稲川会は稲川正常時代から薬物厳禁であり、薬物事件で逮捕された組員の処分はきちんとしてきた。今の時代、薬物や泥棒や詐欺で逮捕されたら絶縁や破門にしてたら組員がいなくなるし、よそに行かれたことで抗争に発展する危険性もある。まして神戸山口組やら池田組などに流れていく時代でもあるのだ。平栗組長も今回の逮捕で長期刑は確実であり、出所する頃は70近いことから、処分される日は近いであろう。組織のためのしのぎであるが、組長が逮捕されてしまうと言い訳は聞かないであろう。林一家は薬物がしのぎのイメージがある。むしろ神奈川は薬物の街と言っても過言ではないのかもしれない。薬物は人生を崩壊させる。気づけばのたれ死になる。薬物ヤクザは薬物で終わるのが定番である。欲に負けるヤクザは全てにおいて負けるものである。本物ヤクザは欲に見向きもしないものだ。真面目すぎるほど真面目である。